悪霊編、風森と黒田の女性評価。俺、風森隼人と黒田のおっさんは夜の帳が降りた道端で待機していた。北条が美鈴ちゃんを迎えに行ってからもう30分は経つ。何をもたもたしているんだ、あいつは。退勤時刻を見計らってドライブに誘う手はずだったが、もしかしたら失敗した可能性もありうる。もともと北条のことは避けている様子だったからな。おっさん、電話してみるか。北条のやつ遅すぎるし。まあもう少し待ちましょう。問題が発生していれば北条君から連絡があるはずですしね。俺はイライラしつつもおっさんの言葉に従った。チャランポランに見えても一応は上司だ。俺だって分別くらいはわきまえている。しかし、いつまで待てばいいのか。こんな夜中に人通りの少ない路地でフラフラしてたら通報されても不思議はない。たまに自転車が通りかかるが、俺たちをキーの目で見ながら立ちこぎまでして走り去っていく。明らかに不審者扱いだ。おっさんだけならともかく、俺までそのカテゴリーに入れられるのは心外だ。はあ、と、わざとらしいため息をつく。今さらながら、そんな役回りを引き受けてしまったと後悔していた。たん、こういうじっとする仕事は俺向きじゃないな。風森君は血気盛んな青年ですからね。やはり待つだけでは退屈ですか。ああ、俺はどっちかっていうと、体を張って犯罪者を捕まえる警官に憧れて、この職業に就いたんだからな。でも弱いんでしょ？それは初耳ですね。風森くんがそこまで正義感あふれる若者だとは正直思いませんでしたよ。私はてっきり給料が安定しているからみたいな夢も希望もない志望動機だろうと決めつけていましたからね。勝手に決めつけんなよ。つうかそれ、おっさんの志望動機だろ。ええ、その通りです。全く反論の余地がありません。威張って言うことかよ。上司の貫禄もあったもんじゃねえな。でもまあ、風森くんが望むような活躍の場は、ないに越したことはありませんよ。平和が一番でしょう？そうだな。どうせ、そんな事件が起きたところで、おいしいところは捜査一課の連中が全部持ってくだろうしよ。そう、腐りなさんな。今度可愛いお姉ちゃんのいるお店に連れて行ってあげるから。秘密クラブ編？うっすそういう時だけ返事がいいね、風森くんは。上司の行為は素直に受け取るのが部下の義務ってものだ。これで待ちぼうけの仕事にも少しは張り合いが出てきた。それにしても一向に北条たちを乗せた車は現れない。道を間違えているとか、そんなことないよな。そうそう、風森くんは立花くんと北条くん、どっちがタイプかな。おっさんおっさん、俺たちは合コン相手を待ってるわけじゃねえんだぞ。でもそう考えて待っていた方がなんだかウキウキしてきませんか。してこねえよ。初初対面ならまだしも、二人ともどんな女か知っている。見てくれは悪くないが、恋愛感情は湧かない。風森くんは立花くん派かな。俺の返事を待たずにおっさんは勝手に話を進めた。おいおい、なんでそうなるんだ。あんな堅物理論女、俺の趣味じゃねえし。意外ですね。立花くんのことをちゃんづけで呼んでいましたから、てっきり気があるのかと。僕もそう思ってましたね。そりゃ最初はよ、いい女だとは思ったぜ。でも口を聞いた途端分かったんだ、こいつとは合わないってな。相当ひどいことを言われたようですね。思い出させんな、軽いトラウマなんだ。美鈴ちゃん派が存在するのなら、それはきっと悟りを開いた修行僧だろう。敬意を表して拝んでやりたくなる。あるいはなじられて喜ぶ変態かだ。あいにく俺はどちらでもない。おっさんが美鈴ちゃん狙いなら俺は陰ながら応援するで。つうか上司として尊敬してやる。
そんなことで尊敬されてもね。私にも立花君は荷が重すぎるよ。この年になって若い子にどやされたらもう立ち直れなくなっちゃいます。おじさん、こう見えてガラスのハートだから、年寄りは優しくいたわってもらわないと。都合のいい時だけ吹け込むなよ。まあ実際おっさんがミスズちゃんを口説こうとしたところで2秒で撃沈するだろうけどな。ということは風森くんは北条くんが好きなのかい？どこをどう解釈すればその結論になるんだ。いやだって立花くん派じゃないとしたらもう北条くん派しかないでしょ。どういう理屈だ、ボケてんじゃねえぞ。北条をそんな目で見たことはないっすよ。俺は気の強い女より守ってやりたくなる系の女が好みなんすわ。まあみすずちゃんか北条かって言われれば北条の方になっちまうかな。じゃあお持ち帰りは北条くんで。しねえよ。いつの間にかおっさんのペースにはまっていた。よく考えれば真面目に答える必要なんかない。何を話しているんだ俺は。好きだの嫌いだの中学生のガールズトークかよ、バカバカしい。お、どうやら来たようですよ。おっさんの視線の先にはヘッドライトの明かりが見えた。ようやく北条がみすずちゃんを連れてきたようだ。そうそう風森くん、私もどちらかというと北条くん派なんですよ。恋のライバルですな。言ってろ。少し離れた場所に北条たちを乗せた車が止まった。俺とおっさんはヘッドライトに導かれるようにゆっくりと近づいていく。そこでホラー映画さながらの惨劇が起こることを俺たちはまだ知らない。